近海遊船社は使用会計並びに交換者への写真証明会見を始めさせていただきます。相談者の皆様、ご着席の方をお願いいたします。会見に先立ちまして、株式会社アルビレックス新潟レディースゼネラルマネージャーの前田元清よりご挨拶並びに、2月より加入することになりました5名の近海遊船社のご紹介をさせていただきます。皆さんお忙しい中、足を運んでいただきありがとうございます。早速ですけども、5名新しく、加入してもらうということで、田中選手と長崎選手はね、もうすでに2登録でアンダー18のチームからトップチームに参加してもらってますけど、新たにね、高校卒業の選手と大学卒業の選手3名、計5名新加入ということで、さらに、チーム力がアップして後半戦戦うことになると思いますので、皆さんよろしくお願いします。一人一人、簡単でございますが紹介させていただきたいなと思います。日本一、インターハイ、高校選手権 2年連続かな、はい、中心選手として活躍してもらってます。ポジションは、純真が、藤田純真さんが433でアンカーのポジションを、やってましたけど、特徴としては、長短のパスが出せる、なかなかプレッシャーの激しいところで精度の高いボールを出すのって難しいんですけども、トップレベルの、試合でもそういうパスを出せるのが特徴かなと思っています。その隣、日本体育大学から来た、富岡選手です。はい、一番最初にお伝えしておきたいのが、石田千尋はすでに加入していると思いますけど、富岡千尋なんで地表で被るので、皆さん呼び方ちょっと注意してもらいたいなと思います。同じ JFA アカデミー出身なので、はい、そこでも結構呼び方が、みんな迷ってたっていうので、またそのあたりもこの後の個人の発表で、伝えてもらえるかなと思うので注目してもらいたいなと思います。プレーは、私なでしこリーグの試合何試合か見させてもらったんですけど、なでしこリーグのレベルでは全然ないですね。すでにもう一個上のレベルで、なでしこリーグに入るとスピードが全然もう、速すぎて一人だけの存在感が違うなって。サイドバック、センターバック両方とも僕試合やってたんですけども、アプローチのスピードだったり、サイドだったら駆け上がるスピードだったり、もう全然、なでしこリーグのレベルをはるかに上回ってて、ウィリーでも、期待できるレベルじゃないかなと思います。高校から来た那須野選手です。はい、もうこれも皆さんご存知の通り選手権の得点王です。はい、ゴール前でね、得点を取る感覚はありますし、サイドでも、練習参加もしてもらったんですけど、サイドでも、スピードある突破もありますし、体、ね、の強さを生かした突破が魅力的じゃないかなと思います。ご存知だと思いますけど、アンダー18から来た、田中聖太選手です。もう皆さんご存知の通り、ゴール前の得点感覚と、サイドのスピードを生かしたサイドの突破が魅力的かなと思います。最後に長崎選手同様に、田中選手同様にアンダー18から、昇格という形になります。もう長崎選手はもう豊富な運動量でね、あとどのポジションもこなせるっていうのが特徴かなと思いますので、ウィリングの中に入っても、豊富な運動量で、チームに貢献してもらいたいなと思います。簡単ではございますけども、5名の新加入の選手紹介させていただきました。また引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。話させていただきます。下吉選手、富岡選手、那須野選手、田中選手、長崎選手の順に発表してもらおうと思います。背番号、ポジション、全所属のクラブであったり学校、あとは名前と意気込み、サイズなどをお話しください。それでは早速下吉選手お願いいたします。藤枝順心高校から参加することになりました島石井です。自分のプレーを出してチームの勝利に貢献できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして富岡千尋選手お願いいたします。皆さんこんにちは。日本体育大学から加入することになりました富岡千尋です。まずは、この素晴らしいアルビレックス新潟レディースの一員として、加入することができたことを大変嬉しく思っています。私自身、普段サイドバックで主にプレーすることが多いのですが、守備にとどまらず攻撃でも存在感を発揮できるように、
ゴールへ関わっていくプレーをどんどん見せていけたらなと思っています。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは夏の日向選手、お願いいたします。こんにちは、修徳高校から加入します。背番号30番フォワードの那須野ひなたです。前線でプレーするので、得点やアシストといった目に見える結果を残していきたいです。勝利に貢献できるよう頑張るので、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは田中聖也選手、お願いいたします。こんにちは、アルビレックス新潟レディス U18 から来ました、田中聖也です。背番号は33番です。自分の持ち味は前の推進力とドリブルなので、自分のところからチャンスメイクをしてチームの勝利に貢献できるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。こんにちは、アルビレックス新潟レディースアンダー18から加入します。背番号34番、長崎沙耶です。向上心を持ってプレーし、日々成長できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今軽く自己紹介をさせていただきましたが、私は一日一日最善を尽くすと書きました。まずは試合に早く絡めるように、自分自身の持ち味をどんどんアピールしていくことと、本当に限られた時間になってくると思うので、自分が思うようにいかない日があったとしても、その日できる最善を尽くして、今日より明日っていうふうに成長できるように頑張っていきたいなと思って、この言葉にしました。ありがとうございます。続きまして、夏野選手、お願いいたします。自分は貪欲にゴールを目指すです。自分はシュートやゴールへの嗅覚が武器なので、それを生かしてたくさん点を取れるようにします。ありがとうございます。自分は進むにしました。自分の武器である前の推進力っていうのを生かしていきたいのと、一日一日成長して前に進むという思いでこの字にしました。私は結果を残すと書きました。練習からまず勝負にこだわって、結果アシストや得点にこだわってプレーしていきたいと思っています。
まずこの前半の戦いの中で本当選手たちが、自分たちが今できることを最善を尽くしてくれて、各戦で優勝を、そして、リーグ戦は今現在7試合終わった時点で3位という成績を残しますで、高校杯のところはちょっと残念ながらベスト8のところで愛媛に負けてしまいましたが、いずれにしろしっかりと積み上げをこうしてくれたこの6ヶ月、7ヶ月だったなというふうに思っています。で、少しとかオフを当てた中で選手たちに、もう一度話したとき話したのは、今まで本気でトップ3を目指さないかという話をしてましたが、やっぱ残り実際、シーズンが始まって、3、4、5、もう3ヶ月しかないんですよね。シーズンはもう、まだリーグ戦は3分の2残ってるんですけど、シーズン自体はもう4分の3が終わったような状況です。で、その中でやっぱここまでしっかり積み上げて、残り15試合の中で、本気で新潟にタイトルをっていうことを、本気でタイトルを目指さないかっていうところでやってました。で、2連敗してるし、アイナクの試合はもう足りないところだらけだったんですけど、だからこそ本気でやっぱりタイトルを、目指して、その中でできることできないかとをしっかりこう繰り返しながらやっていこうっていうふうに目指す、考えてます。で、とにかく本気でタイトルを目指すので、最初の15試合残っているところで、最初の7試合で勝ち点16を取る、そういったところをしっかり目標でやっています。そして、やはり自分たちはスーパーカーや、排気量の高い車はいないですけれども、やっぱカローラをしっかり精密の高い、より燃費の高いプリウスにして、本当にこう緻密なことを当たり前のことを当たり前にする、普通のことをこう普通にシンプルなことを簡単なことをよりシンプルに丁寧にやっていく、最後にこだわってその最後をしっかり磨き上げることによって、そこのタイトルのところに、一歩でも二歩でも近づけたらなというふうに感じて今選手たちが取り組んでくれています。で、先週からスタートして今日で2週目の1日を終えたんですけど、やっぱ選手の意識がさらに高くなって一つ一つこだわってやってくれてますし、またみんなで慌てる分、一人一人がこのチームにとって何ができるのかしっかり考える、そして常にベストを尽くして今できることに集中して成長をこう遂げていきたい、そういう、こう4ヶ月にしていきたいなというふうに思ってます。新潟のサッカーの印象はパスをすごくつないで私はカップ戦の決勝を実際に生で見させていただいたんですけれども、その時に感じたことは、攻守ともに全体のつながりが非常にいいなっていうのと、その中でもしっかり個の良さっていうのを生かし合っているなっていう印象があったのと、あとはサポーターの皆さんの声援が延長戦に入ってもすごくて、でやっていても楽しいだろうなと思ったし、見ていてもすごく楽しかったので、プレーするのが楽しみだなって思っています。自分は1試合を通して試合を見たのは少ないのですが、攻守においてハードワーク、全員がハードワークしていて、それぞれの個性を生かしたプレーでプレーが多くて、自分もその中でプレーすることがすごい楽しみです。試合の中ではつながりが、選手同士がいい距離感でパスをつながりながら最後打開していくってところが、すごい、上手で、でも普段のところからすごい選手同士が仲が良くてつながりがあって、すごい温かいチームだなって感じています。私は昨年からチームの活動に関わらせてもらっていて、練習の中でも楽しむところは楽しむで、厳しい中にその楽しさを
を感じながら、練習に取り組んでいて、オンとオフの切り替えができているので、自分もそういうところを吸収していきたいなと思ってます。私自身はまずは、一日でも早く試合に絡めるように頑張っていきたいというのもありますし、まあ、その先に、まあ、これまで年代別に入ったりすることもあったんですけど、アンダー20以降やっぱりそこに絡めていないので、まあ、そういう面でもリーグでしっかり活躍して目に留まるように頑張っていきたいなと思っています。自分は具体的にはまだそんな考えていないのですが、まずは試合に絡んで自分の特徴であるプレーを B リーグの中でも出して、毎試合点を取れるような選手になりたいと思っています。自分はゴールに完結するプレーヤーになって、自分のところからチャンスが生まれる選手になりたいです。私は攻守において1対1では絶対に負けない、自分のところで局面を打開することができる選手になりたいです。はい、松本と申します。よろしくお願いいたします。新加入の松本の皆さんにお願いします。ちょっと先ほどの質問と被ってしまう部分があるんですけど、先ほど前田 GM からそれぞれの選手の特徴の話がありましたけど、改めてこう自分の特徴、そして、サポーターの皆さんに自分のこういうプレーを見てほしいっていう思いがありましたら、それぞれお聞かせください。よろしくお願いします。じゃあ続きまして、長崎選手から見てみます。はい、私の長所は、積極的に縦に仕掛けるプレーと分量を生かしたプレーです。また私は体が小さいですが、それを弱みではなく自分のストロングに変えることができるようにこれから練習を積んでいきたいと思います。自分の長所は前への推進力とスピード、ドリブルだと思っているので、サイドでは積極的に仕掛けてクロスだったりゴールだったり、そういう結果で残していきたいと思っています。自分はフィジカルを生かしたプレーヤー、右足でも左足でもシュートを打つことができるので、それを生かして点を取っていきたいと思います。私はスピードに自信があるので、まあ、守備の面では簡単に振り切られないようにすることだったり、まあ、攻撃の面においてはオーバーラップでどんどん攻撃参加していくことが強みだと考えています。自分の長所はスルーパスだと思っているので、自分のスルーパスで前の選手とかが決めやすいスルーパスをたくさん出したいです。まあ、見られてない選手も、まだ見切れてない選手もいらっしゃると思いますけど、新人の選手には、まあ、こういうことを期待したいというのがあれば、一つだけ、お伺いできればと思います。あ、そうです。あ、何点でも。いや、こうやってね、新人迎えるのは、本当に、お湯打ちだったって、いいと思うし、で、必ず忘れてほしくないから、自分の今言ってるストロングあるということを、絶対どんな苦しい時にも忘れられずに、そのストロングを。ただ、ストロングを生かすためには、やっぱベースが大切だし、ましや試合に出ることはそのストロングだけで出るかもしれないけれども、やっぱり出続けるっていうのはやっぱサッカーとしサッカー選手としての基本のベース、それはグラウンドの上あるいはグラウンドの外でもやっぱサッカー選手としてのベースをやっぱしっかり身につけて、そのストロングがより大きなものにしていってほしいなっていうふうに思った。そしたら可能性のある選手たちですので、また花開いてこう大きなものが掴み取れるかなというふうには思います。トップに昇格するお二人にお伺いしたいんですけれども、まあ、子供の頃から見ていたチームだと思うんですが、こう改めて、昇格が決まった時の気持ちを教えてください。今その選手からお願いします。はい、小さい頃から憧れのチームだったので、
入団が決まった時はすごい嬉しかったし誇らしかったです。私は小学生の頃からアルビレックス新潟とは、関わりがあってお世話になっていて、このチーム、この大好きなチームでプレーできることにとても嬉しく思っています。まずは楽しんでどんどんチャレンジしなさいって言われてます。今チームの先輩でこう自分の勉強にしてるか参考にしてたり勉強もらってる先輩っていう方ってどんなところが思ってますか？1個上の先輩に白澤選手がいて、もともと小学生の頃からずっとプレーしてて、自分がまず小学生に入った時からずっと上手で憧れの選手だったので、ピッチのプレースタイルは少し違うんですけど、やっぱり普段のその振る舞いとかだったりっていうのもすごい学ぶところが多いですし、ずっと憧れの選手です。川澄選手が入ってきてから、その昨年のチームの雰囲気がもうガラッと変わって、より明るくなったんです。なのでその、プレー中も、その明るくしながらも、その厳しいところは味方に求めるところは求めるっていうその姿がとても勉強になってます。ありがとうございます。テレビ新潟の本宮と申します。那須野選手にお伺いしたんですが、緊張してますか？はい。さっきの姿を見てちょっとサッカーと関係ないんですけど聞かれましたのが、好きな科目と苦手な科目ってありますか？好きな科目は英語で、苦手な科目は日本史です。ちなみに今さっき書いた漢字で分からなかったのはどの漢字が分からなかったんですか？なんか貪欲が分からなくなった貪欲が分からなくなりました。え、合ってます？合ってますか？くっつかないってこと？くっつかないんだ。くっつかないいいじゃん、また新しい感じ。そっちもある、それもある。ありますか？その様子がもうすでになんかいいチームメイトだなって感じなんですけど、これどういうふうにこう、なんですか、関係性を作っていきたいなと思いますか？みんなで同じ方向を目指して同じ目標に向かって頑張っていきたいです。ありがとうございます。他にご質問のある方いらっしゃいますでしょうか？特に何をですか？島内選手と新岡選手と那須野選手にお伺いしたいんですけども、ここからチームにお二人を合流しているということで、あの3人これから合流すると思います。あの正式にというか入ってくると思いますけど、こう今チーム状況的には3人というところで、まあ、優勝を狙えるようなチームいると思いますが、そこからどんなふうにこう自分たちの力をこうチームに還元したいとかっていうようなところがありますか？それぞれ伺ってよろしいですか？島内選手からお願いします。自分の状況を試合に出して全員からで優勝を狙っていきたいです。3位という状況でこの優勝を目指せるというタイミングで加入するということ であと3ヶ月という中で本当に即戦力として求められると思うので、まあ、勝つためには得点を取ることが必要だと思うので、まあ、その得点の部分で、サイドバックなんですけれども、まあ、そこでしっかり攻撃の厚みを持たせられるように頑張っていきたいなと思っています。
自分もこれから勝ち進んでいくためには得点が大事だと思っているので、チームにとって欠かせない存在になれるようにこれから得点を取っていきたいと思います。新家庭じゃないですけど、こう新潟での生活は初めてになると思いますけど、こう楽しあのサッカー以外で楽しみなこととか、もしあれば教えてください。私は新潟はおいしいものがたくさんあるということをお伺いしたので、実際あのへぎそばをいただいたんですけども、それもすごくおいしくて、であの街をこう歩いてもたくさんおいしそうなお店がいっぱいあるので、おいしそうなこうグルメを開拓するのも楽しみだなと思っています。ありがとうございます。自然が豊かなので海に行きたいです。ありがとうございます。来週からはあの新潟とは逆で暖かい沖縄であのキャンプを行えることになると思うんですけども、そのキャンプで持っていきたいテーマと、あと何か楽しみなことがあれば伺いたいんですけども、皆さん伺ってもよろしいですか。キャンプでのテーマは、自分の得意なところと苦手なところを、得意なところは、練習からしっかり発揮できるようにするところと、苦手なところも、キャンプに行ったらたくさんサッカーできる時間があると思うので、そこで磨いていく、技術面だけではなくフィジカル的な要素もまだまだ足りてないところもあるので、そこが向上できるように頑張っていきたいと思っています。自分はまず基礎技術の向上というところで、止める蹴りをしっかりと、もっともっと極めるところまで極めていきたいというのと、あとは連携のところだったり攻撃も守備も基本のところをしっかりと学んでいきたいというのと、あとは自分の得意なところの、攻撃のところではシュートまでのバリエーションを増やしていくというのを目標にしています。テーマはまずはチームになれる、チームプレースピードとかも全然高校と違うので、まずは早くなれて、なれることと自分の特徴を生かすためにも基礎技術を向上させていきたいと思っています。私は、テーマを2つ考えていて、1つはあの細部にこだわるというところで、まあ、これまであの2人が言ってたみたいに、まあ、止める蹴るの部分だったり、あとポジショニングだったり、こう細かいところまでしっかりこだわるということと、もう1つが吸収という部分 であのキャンプになると、より選手とコミュニケーションを取りやすくなると思うので、あの先輩方からこうお話を聞いたり、あと見て学んでっていう部分でたくさんのことを吸収して自分自身の成長につなげたいなと思っています。まずはチームになれて、ミッドフィールダーとかの選手のいい部分を吸収して、自分の長所が広がるように頑張っていきたいです。走るから行きましょうか。じゃあ行きますよ。本番行きまーす。はい。なんか聞こえてます。はい。
してるんだけど、いいと思います。あのね、これ、貪欲が見える。いますよ。ありがとうございます。こっちに先頭で出ていくよ。笑顔で出ていきます。いいね、いいな、もうちょっといいね。OK、 25分。帰りの車で入団決まったよっていう話をして、なんか久しぶりになんかいやすごいねってなんか心から褒められたっていうか、少しなんか嬉しかったし、なんか誇らしかったです。そういう感じのお父さんの反応っていうのはなんか予想してた通りですか？いや、なんか思ったより褒めてもらっていや、なんかお父さんもすごい嬉しそうだったんで、なんかそれを見て自分も嬉しくなりました。やっぱりこうずっとアンダーからやってたじゃないですか。高校にあるっていうのはずっと目標にしてた。はい、もちろんやっぱ小さい頃からお父さんがビッグサンのピッチでそう走ってるのを見て、自分もあそこでサッカーしたいっていうのはずっとずっと心で思ってたことだったんで、そのレディースに上がれるっていうのが決まったときはすごい嬉しかったです。今までももちろんユニフォーム着てたとは思うんですけれども、改めてこう今こう本当にトップというか、ユニフォームとエンブレム、お父さんと同じエンブレムつけて、どんな気持ちがあるんですか？やっぱりすごい重たいっていうか、責任感ももちろんありますし、すごく一つのプレーに責任が、あると思うので、そういう意味ではすごく責任感もありながらも、このアルビのユニフォームを着てプレーできるっていうのはすごい誇らしいです。ちなみに背番号33じゃないですか、はい、後々14とかじゃないですか？でもあんまりそこは気にしてないですけど、高木選手がすごい喜んでくれてて、なんか自分も嬉しくなってなんか一緒だねって話してました。なんかトップの選手からなんかお祝いの言葉とかもらった？はい、報告して、堀米選手とかすごい喜んでくださって、また試合見に行くねって言ってくれたんで、いいプレーができるようにしっかり練習頑張りたいなって思います。セイラさん自身は改めて将来、本当にずっと先の将来どんな選手になりたいなと思いますか？やっぱり日の丸を背負える選手になりたいっていうのはありますし、最低でもお父さんを超えるような多くの人に応援してもらえるような選手になれるように、一つ一つのプレーを一生懸命頑張って結果を残せるように頑張りたいと思ってます。いや、多分西登録の時の番号ですね。すいません。